第35回ホッケチャンネルの時間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は無量義経説法本の5回目であります。前回からの続きでありまして、前回と今回と合わせて一つの発言となっております。第33回も合わせてご確認くださいませ。本文へと移ります。善男子よ、このような理由で初期、中期、後期の説法、文章の言葉は同一であるといえども、しかしその教えは異なっているのである。教えが異なっているために衆生の理解も異なる。理解が異なるために仏道修行によって得られるところの教え、位、悟りもまた異なるのである。善男子よ、初期において死体を自己の悟りのみを求める修行者のために説いたが、しかも8億の人々が書店より降りてこられて教えを聞いて悟りを求める心を起こし、中期にはところどころにて非常に奥深い十二因縁を演説して、仏の教えによらず自ら道を悟った聖者を求める人のために説いたのであるが、しかも数多くの衆生が菩提心を起こし、あるいは声聞となったのである。ここで極についてですが、死体とは躯体、実体、滅体、胴体の4つのことを言います。十二因縁とは無明、行、色、名色、六正、食、呪、愛、割愛、主、う、小、老子の十二のことを言います。本文に戻ります。次に、法道十二部教、摩訶般若、大般若教、華厳教を説いて、菩薩の長い間の修行を演説したのである。だが、しかも、百戦の比丘、万禄の任天、無量の修行、シュダオン、シダゴン、アナゴン、アラカンカ、薬師仏、これらは因縁の教えの中にあることを理解したのである。善男子よ、このような教えがあるために、それゆえに知られているのである。説は同じであるけれども、しかし教えはそれぞれに異なるのである。教えが異なるために衆生の理解も異なるのである。理解が異なるために仏道修行によって得られる教え、結果、悟りもまた異なるのである。このために善男子よ、私が悟りを開き初めて教えを説いてより、今日大乗無量義経を演説するに至るまで、いまだかつて説いてこなかったことがある。苦、空、無常、無我、非心、非化、非大、非小。これらは本来生ずることもなければ滅することもないのであって、一層、無層、発想、発祥、不来、不幸を説いてこなかったのである。しかも、もろもろの衆生は思想を変遷するということを説いてこなかったのである。極についてですが、思想とは現象に伴う四つの状態のことを言い、生、住、意、滅の四つを言います。善男子よ、この教えによって諸仏の言葉には嘘や偽りがなく、一つの真実の言葉で、広く人々の声に応じ、よく一つの体をもって、百千万目、なゆた、あそうぎ、豪華者という、膨大で数えきれない種々の身を示し、一つ一つの身の中にも、また百千万目、なゆた、あそうぎ、豪華者という、膨大な種々の形を示し、一つ一つの形の中にも、
また百千万のくなゆた麻生儀豪華社という膨大な数の形を示すのである。善男子よ、これはすなわち諸仏の甚だ深き不可思議なことである。二条には理解ができないことであり、また重々という段階にある菩薩には理解ができないのであって、ただ仏と仏のみが極め理解できるのである。ここで極についてですが、重々とは菩薩が修行して得られる52というくらいのうち、下から数えて11から20番目のくらいのことで、感情重、法王寺重、同心重、不退重、昇進重、具足方便重、正気重、修行重、自治重、発心重の10個のことを言います。善男子よ、この理由により私は説く。未明人人無常大乗無量義経は門理心性なり、尊にして過剰なし、三世の諸仏の共に守護したもうところ、主魔下道特入することあることなし、一切の邪見生じに絵配せられずと、細かく複雑で非常に奥深く、この上なき衆生救済を重んじる無量義経は、文章の筋道は誠に正しく、尊くこの上ないのである。過去、現在、未来の諸仏が共に守護し、邪道に誘い込む悪魔や仏教以外の教えは入り込むことができないほどである。すべての横島な見方や生と死に関する苦しみによってその秩序が破壊されることはないのである。菩薩摩訶薩よ、もしも早くにこの上ない悟りを成就させたいと欲するならば、この人人無常大乗無量義経を修学しなさいと。以上、今回は前回からの続きで仏の発言について取り上げてきました。第27回説法本の第1回目より、今回の第35回までの5回にわたって、仏と大聖言菩薩の対話、問答がなされ、無量義という教えについて明かされてきたのです。次回は解き終わった後のことについての内容を取り上げたいと思います。次回第37回に予告です。無量義経説法本の第6回目として今回の続きを拝読していきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。